始まりました。キャプテン本田康人チャンネルでございます。このチャンネルは元日本代表の本田さんがゲストをお招きして対談していく番組となっております。で、本日もソロ企画となっております。本田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやー、まあまあ、また代表のね、はい、話なんだけどね、今回も、はい、そうです。まあ、なんかこんなホテルの部屋だろうみたいなバックでねやってますけど、はい、ちょっと出張先で話してるんですけどね、はいはい、ちょっといろんなこう背景変えようかなと思ったんだけど、もうそんな時間もなく、はい、まあまあ、これはだから今日話すのは、はい、まあ中国戦の話かな。そうですね、次のね、まあ、オマン戦があった後の結果を見て、うんうん、次の中国戦のスタメンは誰っていう予想を、うん、また難しいことをやらせるね。まあ、中国戦のスタメンね、はい、なんかね、スタメン予想っていう、まあ、スタメン予想だと、はい、おそらくそんなに変わらない感じがするんだよね、うん、今までのことを考えたら森保さんそんな変えてこない、はい、なんだよね。なるほど。だからどっちかというとちょっと希望、お、はい、あれのなんかちょっと希望を含めた、はい、メンバーをちょっとこうやっていこうかな、お、言っていこうかな、はい、っていう感じかな。なんかこう、こうだったらなんかいいのになって、なんかこう、うん、ね、まあそれぞれほら違うじゃない。まあ、もう、はい、俺だったらみたいなのはあるんだけど、俺だったらっていう感じじゃないんだけど、はい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 、俺だったらこうするよっていうのではないんだけど、うん、はい、なんか、まあ、提案というか、うん、まあ、結局本田だったらだろうって見てる人は思うかもしれないけどいや、まあまあまあ、ちょっとまあ、今こうちゃんと準備して考えてきたわけではないんだけど、申し訳ないけど、これ即興で、はい、なんとなくこれだったらいいんじゃないのかなとか、うん、はい、まあ、なんか、うん、それをこう話せればなと思うんだけど、はい、あの前回こうオマーン戦で、はい、なかなか攻撃がうまくいかなかったんだよね、うん、まあ、崩せない、ほとんど崩せてないかな、あ、はい、うん、吉田からあの背後のパスを伊藤がね、うん、っていうぐらいしか正直、はい、決定機、後半に1本、酒井のセンタリングを、はい、長友がヘディングシュートって、これは決定機だったんだけど、あ、はいはい、これサイドバックからサイドバックだしね、うん、まあ、そういう意味ではなかなか攻撃がこうね、うまくいってなかったことを考えれば、はい、まあ、ある程度攻撃陣をいじるのがセオリーじゃないかなと思うんだよね、うんうん、そうなると、はい、まあ前から行くとね、はい、俺は大迫のコンディションがなかなか上がらないことを考えたら、はい、やっぱりセルティックで、ね、結果を残してる古橋をこのトップに置いた方がいいんじゃないかなって。そのトップのポジションで招集してるわけだし、はいはい、あのオマン戦で左に入ったけど、うんうん、なかなか持ち味出せてなかったかなと考えたら、うん、これはもう思い切って古橋をアントップにした方がいいんじゃないかな、うん、やっぱり結果残せてるし、はい、そのままね、その感覚でいられるんであれば、はい、得点の匂いっていうのは、うん、十二分にあると思うんだよね。ああ、なるほど。彼もそこをやりたいと思うんだよね。ああ、もちろん日の丸つけて代表呼ばれたら別に攻撃のそのポジションどこだってっていう気持ちではあるだろうけど、はい、本田康人的にはちょっとここで見たい、うん、大迫に代わる選手なかなかねいないんだけど、会いたいね、もちろんいないんだけど、はい、もちろんオマーンとは全然国が違うからサッカーも違うとは思うんだけど、まず中国がどう
こうどういうチームでこうだからっていうのではなく、うん、ちょっとこうコンディションも含めて日本のことだけをこう考えた上でのちょっと古橋かな。そうなると、はい、トップ下これね、南野の状態がどうか、うん、はい、ね、あの1戦目怪我で、はい、ね、離脱してるんだよね。だからこのだから2日試合でね、7日の夜中3456なんか3日でこの怪我がどう回復してるのかによるんだけど、だからどうなんだろうね。まあだから怪我で出れないとなると、はい、俺はここに南野がいいかなとかって思ってたんだけど、はい、まあ南野が大丈夫だったら俺はトップ下、はい、システムはあのそのまま 4-2-3-1、うんうん、あと俺はね、まあ先に言っちゃうけど、はい、久保くんね、久保くんスタートで使ってほしいなって。ああ、はい、なんかね、森保さんもう招集し始めてからもそうなんだけど、あんまり使わないんだよね。オマーン戦も20分切ってたかな、はい、あのプレイ時間が、はい、もっと見たい、うん、見たくない、もっと見たくない、自分の見たいですね。フル代表での、はい、長い時間見たくない、はい、確かに見たいですね。だから俺はここトップ下久保、うん、左南野でもいいし、あ、はい、まあ、思い切って伊藤は調子良さそうなんだけど、これ堂安もう、お、はい、南野久保堂安この3枚、うん、並べちゃえばって。である程度、はい、その守備の時のポジションはしっかり、誰かがそこのポジション入らなきゃいけないんだけど、攻撃になれば、はい、ある程度自由に自分のイマジネーションも含めてアイデアも含めて、うん、あの自由に動いてくるだろうから、この辺はその3人の中でやっていけばいいのかなっていう、はい、これをちょっと見たい、もうスタートから見たい、この3枚をってことですね。そうだから、もちろん原口も鎌田も伊藤も、はい、俺は調子は悪くはないとは思うんだけどね、はい、うん、悪くはないと思うんだけど、ただ、うん、やっぱりこうオマーン戦のね、結果を含めてこの、はい、もう4枚替え、うん、攻撃陣総特化へ、もう前線を全部変えるってことです。全部変えてもいいんじゃない。うん、だって それだけの能力を持ってる選手が選ばれてるわけだし、はい、その準備もできてるわけだから、うん、はい、まあでも森保さんしないだろうな。もう若い人はないか、しないかな、しないかな、うん、だから予想とはちょっと違う、はい、うん、もう希望になってますね。なる、そうそうそう、希望なんだけど、はい、これはもう4枚、うん、だってもう厳しいこと言うとさ、もうね、はい、あの結果残せてないから、うん、もう 4枚変えようよ。ああ、1回ね。なボランチは、はい、まあ、まあ森田が、まあ、どうなのかな、入るんだけど、俺は柴崎遠藤でいいんじゃないかなって思うね。ああ、そのままこうやっぱ俺は攻撃のリズムを含めて点を取りに行かなきゃいけないってなったら、はい、俺はやっぱり柴崎 その、ね、攻撃に関わるプレーっていうのは必要不可欠になるんじゃないかなと思うし、もちろん遠藤も推進力あって、うん、前でもプレー全然できるんだけど、基本的には遠藤はコンディション悪くても、うん、やっぱりこう目を詰める能力を持ってる選手だから、うん、はい、まあ、もちろんコンディション次第では、守備のバランスで森田っていうのもありだと思うんだけど、はい、遠藤森田だとどうしてもまあ2人とも攻撃行きたがる選手ではあると思うんだけどね、やれるとは思うんだけど、はい、なんか守備になってディフェンシブになってしまうかなっていう、ね、そう、2枚、まあ、もちろんね、
まあ、強豪だったりとか、まあ、中盤とか目をつまなきゃいけない選手が、はい、あいて、対策として当然ね、対策戦術として2枚中盤で守備できる選手を置くっていうのも、うん、まあ、戦術の一つなんだけどね、はい、ただ5番線の柴崎のプレー見てもコンディション良さそうだし、こう攻撃にこう関わるその場面っていうのが、はい、まあ、多くこう関われるとは思うんでね、うん、2枚は変えなくていいのかな。なるほど、うん、あと問題は後ろの4枚ですよ。はいはい。